先ほど D チャットでお送りした監視カメラの映像ご覧になりましたか？映っていたのは間違いなく本人、すなわちこの事件では寮長、聞いていらっしゃいますか？この事件では死体が歩き回っているということになります。上級会員が関与している可能性は限りなく高いでしょう。本日の調査結果は以上です。またどこか具合が悪いのですか？モルトクラン県に問診をお願いしましょうか。お前殺されてるのか？それともお父上にご相談してえりすぐりの研究者を。おい、そこにいるのは誰だ？失礼しました。ちょっとご挨拶に伺っただけで。なるほど、覗きとはいい趣味ですね。そんなつもりじゃ。トーマ、この女にマッチを使ってくれ。承知しました。おや、あなた例の特待生じゃないですか。無駄口叩いてねえで早くしろ。寮長、残念ですがこの方にマッチは効きません。どういうことだ？さあ、怪異から受けた呪いの影響とのことでしたよ。昨日の入学式で理事長から直々に説明がありました。へえ、呪いね。俺の部屋は怪異で音を遮断してる。仮にお前が泣き叫んだも誰も助けには来ねえぞ。すみませんでした。分かったら二度とその面を見せるな。トーマ、お前もだ。あいつらは一筋縄ではいかない。いかに未熟で物騒で身勝手な連中か、今後も繰り返し思い知らされることだろう。しかし、お前が抱える問題や人々を脅かす怪異事件を解決するためにはあいつらの力が必要なことも事実だ。自分が可愛ければうまく立ち回ることだな。あいつらが何に喜び何に怒るのか一人一人見極め利用してやればいい。そうしないと君、呪いの解き方見つける前に死んじゃうかもよ。君、あの引きこもり寮長君に会えたんだ。すごいね。僕なんてもう半年くらい会ってないかも。僕が顧問になったからには感化しない。前任の教師は一体
何をしていたんだ。石橋に頼まれていた追加の調査資料だ。これを神楽か石橋に渡してくるよ。神楽仁、フロストハイムの寮長のことね。で、石橋東馬っていう3年生の子が副寮長。一緒にいなかった？ほら、片眼鏡の。どうせくだらないことだ。とにかくどちらかに渡してくれれば問題ない。今日中に頼んだぞ。諦めるな。じゃあ、ツンデレ。うるさい。ごめんごめん、一つ言い忘れてた。君まだ身体検査終わってないでしょ。明日朝一でモルドクラン県の子たちが君の部屋へ訪問検診に行くはずだから。お気抜きに悪いんだけど、対応よろしくね。メニューの数が多いから並んでる間に決めちゃった方がいいよ。あそこに写真でメニュー貼ってあるから。俺はグリルドサーモンにしよう。グリルド、ああ焼き鮭定食のことって、俺は特待生ちゃんと二人でランチするつもりだったんだけど。そうそう、会計もそこでする感じ。頼んだメニューにもよるけど、30秒くらい経つと下の受け取り口から飯が出てくるよ。そういうこと。まあ、あのフォルムじゃ怪異かハイテクか見分けつかないけどね。50ポンドで足りるかな。ポンドは使えねえっつーの。そうか、もう持ち合わせがないから、どこかでお金を下ろしたいね。あったあった、
購買に行けば ATM があるから後で案内してやるよ。なるほど、これが一重三彩というやつだね。フィッシュナイフはどこかな。カトラリーならあっちに置いてあるけど、多分そのフィッシュナイフってのはねえよ。お前もしかして箸使えないの？心配してくれてありがとう。大丈夫だよ。実家にいる頃、日本文化は少し学んだんだ。華道、茶道、歌舞伎、それから武道に。ああ、はいはい。期待した俺がバカでした。なんなんだよ、その綺麗な箸の持ち方は。少しは俺に弱み見せたらどうなの。特待生ちゃん、箸止まってるけど大丈夫？どうした？嫌いなものでも入っていたか？フロストハイムの任務ってまさか。俺は脳幹だよね。君のように訓練を受けていない人間が任務に同行するのは正直賛成できないが、怪異相手に絶対安全はない。相応の力を持った者に任せるべきだよ。そうだよな、ルカ。たまにはいいこと言うじゃん。あれ？特待生ちゃん？おい！言い過ぎだぞルカ！特待生ちゃんだってほら、グールのスティグマを強化する力があるじゃん。でもそのグールである寮長たちに彼女は拒絶されてしまったんだろう。それじゃいくら能力があったって使い道がない。彼女を危険にさらすだけだ。実はここ最近、うちの寮長さ、全然人前に出てこねえんだよな。拒否られてんのは特待生ちゃんに限ったことじゃないの。そういえば入学式にもいなかったね。何があったかは知らないけど、寮長としての責務を果たさないのは情けないよ。お前出会った時から思ってたけど、自分にも他人にも厳しいタイプだよな。まあいいや。きっかけは去年学園内で起こった内乱のせいだって噂。俺はなんとか巻き込まれずに済んだけど、マジでカオスだったんだから。そりゃトラウマにもなるよな。過去にどんなことがあろうと彼は彼だ。寮長がどんな人間かは自分の目で確かめることにするよ。無茶言うなって。去年まではあの人、泣く子も黙るカリスマリーダーって感じでさ、まさに雲の上の存在よ。裏では暴君とも呼ばれてたけど、俺みたいな一般庶民は関わることさえ無理よりの無理。対等じゃねえんだよ。そうそう、最近じゃフロストハイムの運営もほとんど副寮長の石橋先輩がやってるしね。俺たちはこの学園に来たばかりだ。副寮長がいつもこの広い寮舎のどこにいるかなんて知るはずがないよ。
いや、それはそうだけどさ、俺はルカが首突っ込みたがる時点で正直嫌な予感しかしないんだよ。いや、全然いいのよ。ほら、俺特待生ちゃんの案内役だし、これくらいなら協力できるからさ。体温が下がっているように感じるよ。この部屋は俺たちを歓迎していないようだね。さすがに寒すぎでしょう。 DA チャンネルにはよくここにいるって書いてたけど、絶対ガセじゃん。特待生ちゃんにまだ教えてなかった。このサイトなんだけど、今 URL 送ったから開いてみ。これね、学園内のいろんなゴシップがまとめられた裏サイトなの。匿名でコメできるからって人気なんだよね。しかも管理人は正体不明でさ、前に学園の検閲に引っかかったとかで消されたこともあったんだけど。助けて！敵は8体。全員、俺の後ろへ。いや、嘘！まさか戦う気なの？ルカ一人で全部倒せんの？当然、相手はカイじゃないか。来い！そこまで。な、石橋先輩。おや、2年生諸君、これは一体何の騒ぎでしょうか。人？あれ、あの女の子は？ほう、かくれんぼでもしていたと。ご苦労様でした。私が請求していた資料で間違いありません。要件は以上で。はい、以上です。大変お騒がせしました。待ってください。この度フロストハイムに配属されましたルーカス・エラントです。その任務、もし悪魔にまつわる調査なら俺たちにも参加させてください。お前また下級会員の調査でさえ
新参者は私にとって足かせでしかない。ましてや悪魔相手など論外です。俺はこの学園に来る前も様々な任務を一人でやり遂げてきました。カイトが危険だと言うなら俺が守ります。だから問題ありません。なんで俺もカウントされてるの？意見は求めていません。単刀直入に、私があなたを認めていない。それだけのことです。要件は以上で。俺が力不足だと言うなら、副寮長ご自身の件で確かめてみますか。待って、なんで手袋だけだし。いやー、そういうの漫画で見たことあるけど。あなたが気の毒なほど頑固な性格であることはよくわかりました。こちらをどうぞ。このファイルは低ランク任務のリストです。グールに限らず、全ての生徒が収益できる比較的安全な事件がまとめられています。この中から一つ任務を選び、無事に遂行すること、その結果次第で今後の任務への参加を検討しましょう。わかりました。で、これは生態系の定期調査？普通じゃん。現場は屋久島。遠すぎるわ。無理無理、パス。怪異事件関連動画の調査と削除？お、これ楽そうじゃない？いや、こっちの人々の願いを叶える男の調査にしよう。で、なんでわざわざこんなうさんくさいやつ？カイト、君はグールになった時、悪魔に願いを叶えてもらったか？いやまさかこれが悪魔の仕業って言いたいの？だって低ランク任務でしょ？わからない。だけど、どんな些細な情報でもいいんだ。悪魔を服従させる方法さえ見つかれば。なんで悪魔なんて服従させたいのよ。発想が危険すぎるでしょ。双子の弟が行方不明なんだ。今度の試作品は催涙効果。